栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。宇都宮市東町の住宅街に佇む隠れ家的なお店、トコー。白を基調とした清潔感ある開放的な店内では、一流店で修行を積んだオーナーシェフが振る舞う多国籍な創作料理を楽しむことができます。連日お客様でにぎわうトコーの最大の魅力は、美味しいお料理と温かなおもてなし。食欲だけでなく心まで満たしてくれます。まあ、お客様の喜ぶ顔が見たいですよね。何でもあそこに行けば食べれるという安心感ですね。まあ、それをコンセプトに、トコーは頑張っています。そんな身も心も満たされるお店トコーで人気のメニューが、高級魚銀だらを使った和の料理。まずは銀だらを大胆にカット。一切れは 150g と切り身の厚さもたっぷり。栃木の酒粕で作った自家製の西京味噌に切り身を混ぜ合わせます。魚の旨味をぐっと引き出すため、1週間じっくりと漬け込みます。1週間漬け込んだ銀だらの切り身をオーブンへ入れ焼き上げれば完成です。焼き上げた銀だらからは酒粕の香ばしい香りが。お待たせいたしました。自家製の銀だら西京焼きになります。一番の魅力はどこでしょうか。お魚っていうのは結局油の乗り具合なので、油が乗っていれば乗っているものの旨味につながってきますので、まあ、食べた時に美味しい。香ばしい風味と銀だらの上質な旨味を堪能できる栃めし。一度召し上がってみてはいかがでしょうか。